2022年、日本のエンターテイメント界に一席を投じた、ドラマ、サイレントが放送され、そこで輝く演技で注目を集めたのが、あのメグロレーンです。彼の繊細な表現力は、多くのファンを魅了し、以来、映画やドラマの主演オファーが絶えることがありません。そして、その魅力は、国宝級イケメンランキングな部門でも認められ、ついに殿堂入りを果たしました。 メグロレンといえば、日本を代表するスターとしてその名を轟かせ、新時代のトップに君臨しています。その魅力は、ビービーの表紙に、ソロで初登場するほど。彼は、アイドルとしても、俳優としても、どちらも完璧な仕上がりを見せますが、その裏には素朴で不器用、真面目で優しく、そしてちょっぴり天然な彼の人間らしさがあります。メグロレンといえば、 ただのスターではなく、彼自身の魅力が際立っています。彼が演じる役柄や歌声、そして普段の姿勢からも、彼の本質が透けて見えるようです。令和の最強アイドルである彼がどんな高みに到達しようとも、彼は常にそのまんまのメグロレンであり続けることでしょう。彼のファンであるならば、今の彼のそのまんまな魅力を垣間見るチャンスです。彼の輝きに触れ、 彼の表現力に感動し、そして彼の人間らしさに心打たれることでしょう。目黒蓮の世界にどっぷりと浸り、彼の魅力に心を奪われること間違いありません。スノーマン、初のドームツアー。ステージではメンバーからの圧を感じました。歌で見せ、ダンスで酔わせ、9人の個性が際立つ圧巻のライブパフォーマンスで。 約50万人を沸かせた初単独ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023、アイドゥ・エム・イも、無事完走。どんなに忙しくても休む暇がなくても、全力で挑み楽しむ、メメのツアーに対する熱い思いとは長年の夢であった、ドームツアー。その特別な舞台に立つ喜びは、計り知れないものがありました。しかし、驚くべきことに、 そのプレッシャーは全く感じませんでした。なぜなら、リハーサルの段階から私たちを支配していたのは、ただひたすら楽しさと興奮のみでした。ジャニーズジュニアの頃から、私たちは先輩たちのコンサートを間近で見てきました。その経験が、初めてのドームツアーで私たちがチャレンジしたいと思う、パフォーマンスのアイデアを満たしていました。その舞台に立つことが、 単なる演技ではなく私たち自身のアーティストとしての成長を示す素晴らしい機会であることを私たちは理解していました。ドームツアーの興奮と熱気はリハーサルルームに満ち溢れていました。新しい振り付けやステージングのアイデアが飛び交い、それぞれが自分の個性を最大限に生かすパフォーマンスを追求しました。私たちはファンの皆さんが 私たちの成長と情熱を見て、共に喜び、感動してくれることを願ってやみませんでした。そして、ついにその日がやってきました。ドームのステージに立つ瞬間は、夢のようでした。しかし、そこに立つ私たちは、ただ楽しむことだけを考えていました。ファンの皆さんに、私たちのパフォーマンスを通じて伝えたい思いが、全身から溢れ出ていました。 初めてのドームツアーは私たちにとって特別な体験でした。それは私たちの音楽とパフォーマンスに対する情熱と成長の証であり、そしてこれからも挑戦し続ける決意の現れでもあります。それらをたっぷり詰め込んでスタッフさんが形にしてくれた世界はまさに理想通り。メンバーもみんな純粋に心の底から楽しんでいて熱量もすごい。一緒に ステージに立っていると、隣からものすごい圧を感じるんです。この勢いこそが、スノーマンならではの強みだろうなと改めて感じました。5万5千人、一人でも多くの人に感謝を届けたかったハプニングがあっても意外と冷静ライブは、どんなにリハを重ねてもハプニングが必ず起きるもの。今回だと、オープニングでクレーン車に乗って、 ステージ天井まで上がる演出があったんですが、本番でクレーン車の機嫌が悪くなって、途中で止まってしまった。僕は最悪、下から出るかと意外と冷静に大案を考えていましたが、中には、え、やばい。どうするなんて慌てるメンバーもいて、結果、無事に上がってことなきを得ましたけど、やっぱりライブは生なのでいろいろありますよね。 それも醍醐味で面白いんですけどね。メメがやっぱり好きどんなに、人気者になっても、偉業を達成しても、本人はいつだってゆったりふんわり、いたって軽やか。ちょっぴり天然なくらい自然体でほんわかメメは最高の癒し優しくて、損したことはありますか ?90 度100%のめぐろれんってどんな感じ元の自分はまだまだガキだなぁと思います。 黙っていたら大人っぽく見られることが多いですけど、喋ると、全くダメ今すぐ、目黒蓮を笑顔にできるものは、甘いもの一択です。昔から変わらず甘いものが大好き。差し入れでいただいたら、すぐに笑顔になっちゃいます。アイドル、役者として、のめめ聞けば、名シーンを思い出す、そんな曲になるといいな。デンジャーリックは、初のロックナンバーで、勢いがあり、ワクワクする曲。 今回、僕が主演を務めるドラマ、トリリオンゲームの主題歌で、ドラマ作品自体もワクワクするのに、さらに曲と組み合わさってどんな相乗効果を生み出すのか、楽しみ。この先、曲を聴くたびに、作品も思い出すことができると思うので、主題歌を、スノーマンとして担当させてもらえて、ありがたいですね。作品を盛り上げる一つのきっかけとして、 楽曲も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。なるべく仕事で自分を作らないようにしています。僕の職業はアイドルだけど自分の中で特別に変えていることはないし、どんな時だっていつもの自分でいるだけ、元の自分を出しすぎない方が楽な場面もあるけど、なるべく仕事をするときは自分を作らないようにしています。後々、 そのギャップが自分を苦しめる気がしていて、自分の気持ちには正直でいたい。どんな場面でも自分らしい自分でいることができたら、この仕事も長く続けられるのかな。プレッシャーはない、は、嘘になる。今、僕は、昔の自分が憧れていた夢のような場所に立ち、ありがたいことに主演をさせていただくことも増えた。でっかいプレッシャーが突然来た。 って感じいる時ももちろんあります。でも今までもそういうことの連続で先を考えずにその瞬間を一生懸命頑張るただそれだけのことなんですよね。ジャニーズジュニア時代から突然明日コンサートに出てなんてことがいっぱいあるわけですよ。いくら時間がなくてもその時の自分にできるマックスで挑めば悔いはない。これで無理だったら もうそういうことだったんだと納得できるぐらいには、いつも全力で頑張ってきた。そのスタイルは今も変わらないんです。そのやり方を続けてきたからこそ、今の自分があるし、やり方を変えたら僕ではなくなる。プレッシャーはないとは言い切れないけど、それさえも楽しみたいですね。フォローしてくれてありがとう。皆様のご支援に心から感謝します。これからも、 私たちはより魅力的で、クオリティの高いコンテンツを提供し、あなたのエンターテイメント体験をさらに豊かにすることに、全力を注ぎます。当チャンネルは、常に、新しいアイデアとクリエイティビティを追求し、視聴者の皆様が楽しめる多彩なビデオコンテンツを、提供しています。私たちの目標は、視聴者の皆様に常に、新鮮な驚きと感動を提供することです。